で、また、親指シフト入門編、中級編、練習問題62、合格の目安82秒をやってみたいと思います。これはとにかくミスしないように、ゆっくりでもいいからミスしないようにやってみたいと思います。ああ、今変換をしてしまいました。無変換なのに。ああ、これもノーミス。左手の薬指本ポジションのまま押してしまいました。右手の人差し指なんですが、ああ、これもですね、十行を死に使用してしまいました。ああ、三文字ですね。ちょっと本かったです。もう一度やってみたいと思います。ああ、今ちょっと指を離してしまったんですが、ヘッドセットを直してホームポジションから左手が離れてしまったんですが、それでスペースを押してしまいました。ああ、これは明らかにミスです。ウを押してしまいました。これはウなんですが、あれ、なんてミス、最後ミスがあったんでしょうか。4文字というのは多いなと思いました。1文字ぐらいだったのかなと思ったんですが、まあ、もう一度やってみたいと思います。ちょっと急ぎすぎたような感じがします。自動、トにしてしまうと、点を入れるのを忘れてしまったんです。トに点を入れるのが。あれ？ああ、もう間違えてしまいました。ああ、地元、木を木にしてみました。その次だったんですか、木を。文字が、ミスタイプが出てしまいましたね。もう一度やってみたいと思います。あれ？今これはちょっと、スタートするときスペースを押すんですが、それを2回押してしまったので、もう一度やってみたいと思います。もっとゆっくりでもいいので、
ああ、何度かのお店行きました。自分ゆっくりミスしないようにやろうとしているんですが、あまりにも遅いとまずいかなと思って、ついつい早くなってしまうんですが、なんとかノーミスで行くことができました。もう一度やってみたいと思います。それでノーミスだったらここをクリアしたいんですが、でもまあノーミスじゃなくても3文字ぐらいだったら次の問題行きたいと思います。やっぱり間違えてしまいましたね。これでノーミスだったらよかったんですが、まあいいです。次の問題いきたいと思います。やっぱりミスがあっても速さを優先してるので、入力速度は最高記録を更新しましたと出るんですけども、実際の文章はこれをもう間違えて文字を訂正しなければいけないので、どうしても遅くなってしまうのです。似た読みの単語を打つ、似た読みの単語を入力します。テキストを見ながら入力しましょうとあります。で、またここからなんですが、ここからまた動画を変えてやってみたいと思います。